妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、アメリカのティア級プレミアム重戦車。でっかいキューポラと深く12度がチャーミングな子、T54 ヘビータンクさんだね。うむ。マップは一番新しいマップのオイスターベイ、マッチングはティア7から9だね。それじゃあ初動は、南東が重戦車戦場らしいので、南東の重戦車戦場に向かうとしようか。了解だよお姉ちゃん。今日の動画、横方向が何か少し変？う、それがちょっと設定をいじった際に画面の縦横比が変わってたことに気づかず、録画が左右に長い動画になっちゃってたんだよね。あう、それで上下を合わせたから、左右が見切れちゃってるんだね。うむ。上下に黒いラインが出るよりはいいかな？と思ってね。それより今日は私たちの動画初のオイスターベイなので、しっかりマップの特徴を把握していきたいね。了解だよお姉ちゃん。このマップ、せっかくの新マップなのに、不思議となかなか当たらないもんね。だね。そしたら一番王道のルート、真ん中に来たんだけど、このルート、ほぼ真っ平らでハルダウンは全然できなさそうだね。そうだねお姉ちゃん。左右に少し出っ張りがあるから、昼飯や豚飯なら、って感じだよね。うむ。なのであんまり進みたくもなかったんだけど、左右の味方さんたちが仕掛けちゃってるので、ここは私たちも前進するとしようか。了解だよお姉ちゃん。三方向からの同時攻撃なら、すごく強いもんね。うむ。ナイスショット大妹よ。でもあの位置、ちょっと下がると完全なハルダウンモードだよね。だね。しかも傾斜が緩そうなので、深くの取れないソ連重戦車さんでも、問題なくハルダウンになっちゃいそうだね。あう。車体も少し見えてるみたいだけど、あの子車体も硬いよね。うむ。ちょっと嫌な感じだね。とはいえ何もしないのもあれなので、敵の意識をこっちに向けさせるためにも、ここで交戦しつつどこか貫通できる場所がないか、探すとしようか。了解だよお姉ちゃん。あう。キューポラならレキクル緑になりそうなのに、なってない感じだね。うむ。シルエット的にはキューポラ見えてるはずなのにね。と、一番上側だけはなんとか緑だね。でもこの見え方だと、当たるのはすごく強運じゃないとだよね。だね。と、左から T49 さんが接近中なので、ここは敵の目をこちらに集中させるためにも、前に出るとしようか。了解だよお姉ちゃん。気持ちよく奇襲してもらいたいもんね。と思ったら、あの子敵ながら見事な反応速度だね。でも T49 さんのおかげで敵の構えも崩れると思うので、少し積極的に行っちゃうね。うむ。ナイスショット大妹よ。本当は正面の257さんを撃破したいんだけど、いけるかな？あわう。今のショット、キューポラの付け根か、砲塔前方の傾斜が緩くなった場所を狙った方が良さそうだったね。あう。しかも今度は正面向きだね。むう、平地でなら車体を狙うんだけど、これ微妙に打ち上げになってる？微妙すぎてわかりにくいねお姉ちゃん。このままキューポラを狙い続けてもあれだし、ここはもう突撃しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。これで重戦車戦場はクリアなので、お次は敵陣に迫っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。自陣も少しピンチ気味だけど、戻るより攻め込んじゃった方が早そうだもんね。うむ。先に三脚しちゃえば勝ちってね。ナイス撃破大妹よ。これで敵陣周りはクリアだと思うけど、キャプギリに戻ってくる敵もいそうだし、西側の狙撃地点にはまだ敵がいるので、私たちはそちらの相手に向かおうか。了解だよお姉ちゃん。うむ。またしても微妙な見え方だね。あわう。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。でもまだ SU-152 さんがいるはずなので、このまま撃破に向かおうか。
妖怪だよ姉ちゃん。あう、敵が我が自陣にかなり接近しちゃってるね。うむ、でも自陣に向かってるのは2両だけみたいなので三脚なら勝ちは確定だね。いいね、お姉ちゃん。と、右に SU-152 さんだね。横転しちゃってたね。うむ、ただそれより、キャプ踏んでる子がいなくて、これは逆にまずそうだね。あわう、距離的に味方さんも2キャプが限界に見えるので、急ぎ自陣の防衛に戻るね。うむ、これは超大急ぎだね。むー、敵側も2脚になって、しかも敵の方がカウントが早いね。このくらいの差なら負けじゃなくて引き分けになると思うけど、この戦力差での引き分けは悔しすぎるね。本当だねお姉ちゃん。多分右側の茂みにいると思うので、もし見つからなくてもブラインドショットを打っちゃうね。うむ。よし、敵を発見だね。狙い撃つね。ナイス撃破大妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2811、キル数3、アシスト685、棒ダメ1060。スコアは883でチーム内3位、3バッジをゲットだね。今日のバトル、初オイスターベイだったけど、東の重戦車戦場の真ん中ルートは、敵の257さんの守ってた位置が厄介すぎたね。そうだねお姉ちゃん。キューポラすらない子にあそこを守られると、正面から崩すのはほぼ不可能そうだったよね。だね。終始は、ほぼ禁断運用だったけど、イベント抜きでも2万ちょっとの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。